皆さんこんにちは。ブリガム・ヤング大学のリチャード・ウィリアムと申します。今日私たちはもっと効果的に日本語を学ぶ、教えることについて話したいと思います。どういうふうに教えるのか、何か提案がございますか？いい模範を示すことですね。いいですね。正しい文法に使うこと。very, very good. 私が思ったのは、最初にバランスが必要ですね。もし簡単すぎるだったら、生徒たちはあまり学びません。だったらあまり理解して利益になりません。そういうバランスはいつもそれについて考えないといけないですね。二つの目標があります。一つは本当の意味を伝える。スペイン語、日本語、英語、中国語、全部の言語にはだいたい根本的にいつも意味を伝えています。本当の意味を伝えています。作用としています。だから日本語と英語はたくさんの違いがあっても、根本的に意味は伝えることということを理解しないといけないです。日本語で例えば2つの言葉は英語で1つの言葉になることができます。逆に日本語で1つの言葉は英語に2つに見分けられるかもしれません。そういう違いがあっても、その目標はただ意味を伝えることです。2番目は、いろんな状況で、いろんな状態で理解して生活しないといけません。例えば、自分が丁寧な時にいて、怒っている時に、ユーモアの時に、また楽しい時でも、違う話し方を使います。ちゃんとそういうどういうふうに話せばいいかをちゃんと理解しないといけないです。最初に練習することは多分一番大事なことだと思います。練習しないとあまり学ぶことができません。教師は監督者のような役割があります。多分 80%の時間で生徒たちは練習しないといけないです。もし教師は 50% 以上話せば、それは無駄になりますね。生徒たちがよくいろんな状態を調査して、自分から私はこういうふうに言いたい、私はこれについて質問をしたいです。そういうことは教師を育む必要があります。多様性も大切です。例えば自分が論争にいる状態だったら、どういうふうに論争しますか？友達と一緒に楽しい時にどういうふうに話せばいいのか、そういうことは全部理解しないといけないです。そして初級者は外人から学ぶの方がもっと利益だと。なぜかというと、外人、アメリカ人例えばは、よく私たちの考え方を理解しています。どういうふうに英語から日本語に考えるのか、アメリカ人はもっと理解しています。で、上級者はもっと本物の日本人から学んだ方がいいです。私が最初に日本語を学んだときに、ぜひ、全く外人からもっと文法とかそういうことを学びたかったんですけれども、今の状態、正しい日本語をもっと聞きたいです。これまで何か質問がありますか？コメントがありますか？
するといつも生徒たちを見て彼らは理解しているかどうか、理解してない、理解していなければ何が問題であるかちゃんと見て知らないといけないです。ゼミの生徒たちはやっぱりさまざまな学習方法があります。ある人々が見て分かって、ある人々は聞いて分かる人がいます。だからよく違う教え方を使って、一番効果的な使い方、教え方をしないと。そしてその生徒たちが自分が本当にできる確信を得る必要があります。その教師はそれがあるように助けることができます。私が日本に行った時にあるイタリア人と話して、彼は多分10年ぐらい日本に住んでいたけれども、あまり日本語を学びませんでした。そして彼はあまり友達はできていませんでした。でも彼は宣教師のように、ただ自分が本当にできる、そしてできるから努力する確信があったら、やっぱり学んだと私は思いました。これは非常に利益のものです。非常に大切なものです。そして簡単に正確に説明することは大事です。私は前に中国のクラスを取って、彼は決して英語で話しませんでした。それで私はすごく困難して、英語で文法は何であるか全然知りませんでした。私が思うのは、最初に英語で文法を説明して、それから練習はできます。まずその英語の文法が理解してないと、後でたくさんの混乱が出てくる。それは原則としていつも簡単で正確に説明する必要があります。ちょっと例えとして少し初級の日本語を教えたいです。すみません、日本語で日本語を教えることは難しいです。日本語では3つの文章のタイプがあります。名詞の文章、形容詞の文章、動詞の文章。形容詞と名詞の文章は英語とすごく似ています。動詞の文章の場合では、動詞は最後の言葉にあります。その中では例えばその名詞の文章、デスクボックスがございます。過去時制、現在時制、未来人生と肯定と否定の状態に見分けられています。例えば I am a student と言いたかったら、私は学生です。ネガティブ、その否定の場合と言ったら、私は学生この方ではありません。でも、ではないとじゃないも使うことができます。ではないとじゃないのボックスを使ったら、それはただ丁寧的ではありません。例えば、ではありませんの場合は、教師と話すときに、ニュースで丁寧で話すときに、ではないの場合は、聖典を読むときにとか、新聞のときに、じゃないの場合は、ただ友達とか、よくしてる人と話すときに。これはすごく簡単、皆様は、簡単に何が合っているかよく理解しています。理解できます。その2番目の形容詞の文章では同じようなボックスがあります。形容詞は赤いですね。赤いの
各人生を使ったら、例えばその赤い E を消してカッターを作ります。それは赤カッターと呼ばれます。よく見てわかると思いますけれども、日本語では、将来、時世と現在時世は同じ言葉で使われています。私は日本にいた時にすごくこれについて混乱して、なぜ2つの英語の言葉は1つの日本語の言葉になりましたか。でも今理解できました。そして動詞の文章を使う時に同じようなボックスがあります。でもこのようなボックスを使うために、いろんなベースに変わる必要があります。そのベースはこういうふうにあります。5番のベースがあって、そしてベース10とベース10があります。2つの動詞があります。簡単だから A verb と B verb と言いました。B verb はいるとえるとで終わりまして、 A verb はその他の動詞です。この A verb のことはあいうえおひらがなの音に従って、その同じパターンを使ってなるから、なるなりなるなれなろうになっています。作るは作ら、作り作る、作れ作ろうになっています。その結構理解やすい、しやすいパターンになっています。もしベーステとベースタにしたら、もしうつかるに終わってこのてとかたを使います。そうなるはるで終わってなってとなったになります。急ぐを使ったら、急ぐはぐで終わって急いだになります。B verb の方ではベース1とベース2はるを消して、ベース3は食べる、ベース4は食べれ、そして食べようになります。そしてベース10とベース10を使って買ったら、ルーをもう消して、ただ、テとタオをつけまして、食べてと食べたいと思います。昨日私は友達とこれを示して、彼女はこれを見て、すごく分かりやすいと言いました。そして、これに戻りたいです。これを見ると、理解できると思います。So, 食べる、例えば食べるを使います。その食べるはベース2だったら B verb、 ベース2は食べプラスますは食べます。食べベース2プラスませんは食べません。ベース1は食べ、そしてベース1プラスないは食べない。よく見やすい、理解やすいと思います。そしてその次のステップは、このたくさんの、フォーミュラのようなものがあります。この全部 の例えばベースボールバーは、もし if という意味です。そう、食べれば if I eat、 行けば if I go、すればタグ、その F のような意味はここだけになっています。ここを見たときに、本当にたくさん の文章は作ることができると私は考えました。こういうような簡単、たくさんの情報が入っている方法で、もし教えたら生徒たちはたくさんを理解して、それから練習に行くに続けることができます。そうするとたくさんの幸せ生徒ができます。
はい、よろしくお願いします。じゃあ何か質問ございませんか。あるだろう。発表の中では、ローマ字を使ってたんですけど、どう思いますか。